皆さんこんにちは、ドルマイ六代目です、今日はまたねちょっと変わったというか、僕15年目なんですけど、まだこう新しい仕立て直しのネタというかが来るかという事例のご紹介でございまして、テーマはですね、留め袖です。このね、留め袖ありますね。このね、留め袖ってまあ裾にだけこう柄があって、上半身は無地なんですけど、この留め袖で七五三の5歳の羽織を作りたいっていう話で、まあ結構ね、紋の扱いが厄介なんですけど、黒の無地の羽織だったら作れるなという話をまあ最初に思ったわけです、僕は言われた時に。なんですが、この柄を使いたいと、こうね、で柄を使いたいって言われて、まあ頑張れば後ろ身頃の柄はこう背中のね、羽織の背中のところに出せるよっていう話をしたんですけど、なんとこの上前のね、このメインの柄のところで、これメインね、ここをね、まあ、袖とかどこでもいいから使いたいっていう話をされまして、いやだってそれ前の柄ってここに奥みがあって縫い、ね、こう縫ってますから、こういうちゃんとした柄として出すと縫い目出ちゃうじゃんって話をしたらですね、縫い目は出てもいいんだと、ほうほうほうというわけでですね、そうきたかと、うん、じゃあできるなと、まあ、ちょっと簡単に頭の中で設計してみて、まあそれでよきゃできますねっていう話になってですね、じゃあやってくださいという話になってこれは、まあ、訪問着で羽織を作るに匹敵するですね、なかなか面白いというか初めての挑戦になるなと思って、これは動画で紹介させてもらうかもねっていう話をしたら、ぜひっていうことだったんで、まあ、今紹介している次第でございまして、このね、まあ、どう設計するかは、まあ、ちょっとね、仕立て直した仕上がりをね、こうこの動画の続きでお見せしますんで、それを見ていただきたいですが、まあこんな感じのね、留め袖を5歳の羽織にしたいと、なるべく柄を使いたいというご要望でございましたので、私頭を使ってですね、お客様の要望を答えようと思っております。はい、まあ、あとね、ついでというか、それにまあ付随して、女物の喪服、この黒の喪服と、喪服ね、喪服と喪服と、白の長襦袢、この2点も、合わせてですね、5歳用の着物と長襦袢にしたいっていうことで、まあ、これはね、僕は言ったんですけどね、でも着物と襦袢ないじゃんって話をして、じゃあ喪服かなんかないのって言ったら、あるって言って、もう着ないからそれも使っていいってことになってですね、じゃあもう本気で5歳の一式作るかと、5歳の一式を、まあ、着物と羽織と襦袢をね、留め袖、黒留め袖と喪服と白の長襦袢の3点から留め袖を羽織に、喪服を5歳の着物に、白の長襦袢を5歳用の長襦袢に直そうっていうことになって、じゃあどうなることかというところでございます。いや、まだあるね羽織にして後ろ身頃だけ柄生かすとかだったらやったことあるんですけど、まさか上前の柄をね、縫い目を入れていいから袖に使えっていうのはちょっと来ると思ってなかったんで、斬新だなというふうに思った次第でございますね。はい、ということで、この後洗い張りして、仕立て屋さんといろいろ相談しながら進めていくんですが、さあ結果どうなったことでしょうか。はい、ということで、できてきました。どうできたかと言いますと、ちょっと発表したいと思いますよ。まずは着物からいこうか、着物からいきましょう。はい、喪服、女性の喪服を5歳用の着物にしたんですけど、1個ね、やっぱね、まあ僕は受ける時から分かってたんですけど、考えなきゃいけないのは紋をどうするかっていうポイントです。紋をどう処理するかっていうのが、まあ女物の喪服から5歳に限らず、
5歳とか男物にしたいってなると門の始末をねどうするかっていうのがあるんですが、まあどうなったかということで、じゃん、こんな感じですね。はい、門はねなくしました。実は女門、まあ実はっていうか皆さん知ってるか、女門と男門って大きさ違うし、今回5歳にすると門の位置高さが若干違うんですね。なのでまあ羽織を着たら門見えないし、まあ抱き門は見えるけどね、まあいろいろ考えると門なしにしちゃうのが一番いいかな。まあもしねやっぱり門入れたいってなったら、あの後から入れることもできるんで、一般的に門って仕立てる前に門入れて仕立てるんですけど、まあ、今回みたいな特殊ケースの場合はちょっと門の位置を事前に仕立てる前に決めるっていうのはとても難しいので、まあ、仕立て屋さんと話してね、門の処理ちょっと足をこうしようって話をしながら、まあ、これだと門なしでいけるねと、じゃあそうしちゃって門を入れようってなったら出来上がった着物に入れる方が間違いが絶対ないので、まあ、そういう形、まあ、お客様にこれからお見せしてね、あのどうするか、まあ、多分門なしでいいわって言いそうな気がするんですけど、まあ、こんな形です、まあ、これは別になんてことない、はい、まあ、黒の5歳のお子さん用の着物ができたよってことね、はい、で、こっちが主題だよね。こっちが主題で、留め袖を羽織、5歳の羽織にするんですが、上前奥身と上前身頃の柄も活かしたい、縫い目着ていいからっていう条件でできました。じゃん、どうですか、このね、この僕は今右手で持っているここの部分は上前奥身と上前身頃だったんですよ。なのでよーく見ると縫い目があるのね。で こっちから無地の方を見ると分かるんですが、ほらここに縦に縫い目ありますよね。分かるか、黒なんでピントが合わない。もうまあ動画だとねかなり分かりにくいぐらい縫い目が目立たなくできたんですけど、こんな感じですね、はい、ということで、まあ、ここのね、まあ、僕のこう最初に立てたイメージはですね、こうなんて言えばいいのかな、ここがあの前上前の柄で背中で、ここが下前の柄なんですけど、柄がねうまくこう背中から見た時にこうつながってるようにしたかったんですよ。で、まあこう立ってこう立ってこう縫えばできるはずっていうところまで考えて、で和裁士さんとね話して、でも結構伝えるのって難しくて、僕は元がこうなってるのをここをこう生かしてこう作ってみたいな設計図書くんですけど、実際にねこう相対して和裁士さんと生地を広げてっていうのはできれば間違いが起きないんだけど、まあ今回はね遠方の仕立て屋さんに仕立ててもらったんで、LINE と電話のやり取りでね、こうお互いなんて思い違いがないよねっていうのを確認何度もするのが、結構苦労したんですけどね、うん、まあでも僕の思った通り仕立ててくれて、まあ留め袖を5歳の羽織にしたのは、しかも柄を上前の柄のね、こう上前奥身と上前身頃のところを生かしたっていうのはあんまり前例ないんじゃないかと、僕は日本初なんじゃないかとすら思っているんですが、あるだろうな、昔はあるだろうね、あるかもしれないけど、まあ少なくとも僕の経験では初だし、僕の聞いたことはない過去これをやった人なので、まあなかなか面白い5歳の羽織ができたなと思っております。いい経験でした。ということで、もしまあやりたいと思う方がいたらご相談いただければ、もうね次からはある程度慣れてできますけど、あんまりいないかな、まあ、留め袖の生かし方の一つとしても、覚えておいていただければなと思っております。ということで、今日は留め袖と喪服から、5歳の着物と羽織を作って、しかも、上前のね身頃と奥身の柄を生かしたよっていう事例の紹介でした。よろしかったらいいねとコメントとかね、チャンネル登録とかもろもろしていってください。ありがとうございました。バイ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 。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページ、もしくはコメント欄に記載してあります。
また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。